運扁寺山は、徳島県三好市と香川県観音寺市の境界に位置する讃岐山脈に属する山である。標高927メートル。讃岐山脈ターに位置し、三好市と観音寺市の境界線上にある山。山頂から徳島県側にかけて、四国88カ所第66番札所、運扁寺があり、山頂最高地点にはその寺の美車門店。 展望館が建っていて、三角点は頂上にはなく、頂上から北東0 6トルのところに2等、三角点、運転時散9 1 0 7ルが、南方4 0 0ルに三角点、蛇の谷9 1 6 2ルがある。なお、蛇の谷三角点は西方にある、四国地方建設局運転事務線中継局のメインタワーより道路を挟んで山に入っていって、 約20メートルのところにある。寺院の所在地は県境より東により、徳島県池田町白地であるが、札所の順序は66番で、香川県の札所になる。また、山頂の香川県側斜面には、スキー場のスノーパーク運転時があったが断頭で、雪不足のため廃業となり、跡地を利用した運転時山頂公園になっている。ほぼ、四国の中央にあり、 佐ヌ平野が一望できるところから、前山市に、長祖壁元地下、この山に登り、四州を、福し、市、いに昭悪の心正図とある。観音寺小野原町内ののから、ロープウェイが1987年3月28日、開業している。車道は、県道8号線が寺の目前まで通じているが、あと、残り部分は有料である。ありがとうございます。